毎度、のぞこです。はい。9月9日、月曜日ですね。ゾロ目ですか？何の日ですかね？今日は。だいぶ前にね、前の職場の時の、朝礼スピーチの話、したことがあるんですけど、スピーチなんかさ、ネタがないわけですよ。私なんか。で、まあ、他の人もやってたけどね、だいたいその日、その日が今日のな、今日が何の日っていうのを、なんか調べて、で、やってましたね。私もなんか、ツイッターでさ、今日は何の日とかって、まあ、大体出てくるんでね。で、適当に、喋ってましたね。そうですね。で、今日も、また千葉で、はい。で、昨日ね、帰ってからですけど、X にはポストしたんですけど、まあね、ひどいよ。ひっちゃかめっちゃかだよ、もう。なんかね、会社って感じじゃないよね。そんなことがあってね。まあ、ひどいわ。で、だからさ、それでもう、いろいろさ、ごたごたあると、こっちにもね、とばっちり来るからね、いろいろ。まあ、今日も、その絡みなんだ、絡みで、今日の仕事を、やってるんですけど、で、ちらっと見たところで言うと、和田アキ子、和田アキ子、あれですか、アッコにお任せが終了ですか。しかし長いよね。皆さんテレビ見ます私はほんと見なくなったね、テレビは。もう、相当昔でも、その手のは見てなかったな、そういう、なんだろう。歴史のある番組。ずっと続いてるようなね。まあ、私的にテレビの不満は、正直あれですね。音楽番組ですね。はい。音楽番組が、ほんと日本のテレビはクソしかないというね。あれこそ洗脳装置だよ。日本の音楽、テレビの音楽番組っていうのはね。で、和田アキ子もさ、まっちゃんの時に話したでしょ。そんなら和田アキ子もだよな、みたいな。でも素人にはやってねえからか。でも十分パワハラ、セクハラしてた人だよね。だからさ、テレビの、なんだろうな、真面目なやつの MC だとかさ、コメンテーターとして、普通のね、やっぱり、知識のないお笑い芸人とかさ、タレントがさ、ばっか出てるっていうのもね、面白くないし。で、うちの子供たちなんか、何年前だろうね、15年、ぐらい前でも、もうあれでしたからね。各、子供部屋はあったけど、各部屋。テレビは置いてありましたけど、テレビアンテナ繋がってなかったですからね。まあ、モニター役割ですよね、だから。だからテレビで全く見てなかったもんね。私の息子たち。なんか、雲行きが非常に怪しいですね、これ。どす黒いよ、雲が。はい。ってことで、
行きますか。はい。では、今日の、このチャンネルなんかあの人チャンネルになっちゃったね、すっかり。すっかりあの人に物申す番組だね。まあいいか。はい。今日のあの人ですね。なんかここのとこあれだな。動画回し始めると雨が降ってくるな。雨降ってきたよ。で、うん、今日のあの人。やっぱりね、なんかまた、他のマッチングした男性と会うようなことをチラッとなんかさりげなく言ってましたね。で、ガンタ君とはゆっくり恨まれないようにフェードアウトした人か抜かしてましたよね。本当にね。でもさ、どうなんだろうね、私たち年代で。もうそろそろ就活をし始める年代だよね、どっちかっつったらね。まあ私は就活というか、まあ断捨離とか、まあ、なんだろうな、処分できるものは処分しちゃいましたけどね。でもさ、この年代で、パートナーを見つけるって言ったらさ、やっぱりあれじゃないの？こうなんだろうね、のんびり、穏やかに、残りの人生をこうね、楽しめるような、こうなんか刺激的なものはいらないんじゃないの？穏やかにね、まあ話し相手としてとかさ、まあ楽しみを共用してみたいなさ、楽しいことを。っていう相手探しをしようとするのが普通だと思うけどね、今からね、どうこうっていうのは、刺激的なね。だからさ、コメントで入ってたけどさ、疲れませんかって。ジェネレーションギャップがある若い男と付き合うのは疲れませんかってあったけど。ただあれだよね。あの人元気だからね。まだ、まったりはしたくないのかな。もう刺激的な、お付き合いがしたいのかな。まあ元気、元気。ああいう感じのさ、奥さんと、まあ、ぶっちゃけて言うと、私の、身近にいたんですよね。もう旦那さんは定年退職して、で、まあ、奥さんと、老後、人生だったんだけど、その奥さんっていうのは、まあ、よく喋る。うるさい。っていう感じの人がいたんだけどさ、疲れるよね。旦那もね。旦那も疲れるか、もう完全に BGM として聞いてるよね、きっとね。何言ってんだか聞いてないでしょ、多分。疲れるよね。その奥さんじゃないけど、あとね、他にもいたんだよね。まあ、よくずっと喋ってんだけどさ、もう一人ごとなんだよね、喋ってるのが。一人ボケツッコミみたいなさ、一人ごとでずっと喋ってる人もいたよね。おばちゃんで。
ね。でもやっぱりね、やっぱね、ちょっと誠実ではないよね。だからそれ、これもコメント欄にあったけどさ、あ、いくらカンタ君がちょっと常識外れだとしても、それに付き合っちゃって、なんだっけな、コメント欄に書いてあったのが、もう一回会っただけでプロポーズされて、それを受けたのもあなたで、指輪を買うことを承認したのもあなたで、全部親に合わせたのもあなたっていうのがあったけどさ、まあだ、まあね、本当の、真面目な大人なら、まあ、まず初対面、一回しか会ってない状態でプロポーズされた時点で、まあ、答えないのが、大人だよね、普通のね。まあ、それはもう、何回かお会いしてから、お返事しますっていうのがね、もしくは断るかね、だと思うね。やっぱ大人としてやっぱ責任はあるよね、それを全部受けたっていう。さ、変な話さ、この昔じゃない、ちょい前の、これも私動画出しましたけど、一本。西新宿のあったでしょ？殺人。あれだってさ、だから、女性の方はさ、多分、まあ、なんていうの？そんな本気じゃないっていう。本気じゃないんだけど、本気っぽい対応をしたわけじゃない。で、それを鵜呑みにした男が切れて刺しちゃったわけでしょ？だからね、よくないと思うよ。で、私が言える立場でもないけどね。私もそういう意味じゃ散々、昔はやったからね、そういうこともね。だから、それもそうだし、やっぱね、年は全然なんだろう、選んでないって言うけど、明らかに違うもんね。若い男とマッチングした時の、語り方と、同年代とか年上の人との、時のって、口調っていうかさ、なんか、明らかに違うもんね。だからさ、コレクションって言ってた人もいるけどさ、コメントで。まあ確かに、だってもうコレクションしちゃってるもんね。あれ、似顔絵描いて溜め込んでるんでしょ。マッチングした男図鑑を。ちょっとね、だから、まあさ、数打つっていうのも、戦法の一つとして選択肢はあるって言いましたけど、ただちょっとやり方としては違うんじゃないかな。ね、だから、
まあ、見る方としてはね、見る方としては面白いんだけどね。その、変わってる人たちの話を聞くっていうのはね、見る方としては面白いけど、あとはそうだね、前回の動画で、応援してくれてる優しいファンの、登録者さん、視聴者さんいるでしょ。で、それを大事にした方がいいよって言ったけど、結局コンテンツというか、動画の内容がさ、そういう内容のだからさ、今まで、擁護を応援してくれてた視聴者さんが、ある時からさ、アンチに変わるっていうのも重々あるからね。でもあの人、だからその動画でさ、その女性の見ててくれてた方が離れてって寂しいって言ってるけど、それも本当なのかなっていう感じだよね。いや、だから私的には、だから私はもう本当に見物客だからさ、でコメント欄も楽しみっていうことを言いましたけど、そういうのも含めてだからね。そのだから擁護派応援してた視聴者さんのコメントが、誰かが完全にあっち側に回るっていうのをね、楽しみっちゃ楽しみなんだけど、いや今日も ノー渋滞で、今日一日来てますね、ノー渋滞。この太鼓のね、ここはもういつもですね、ここは。出口渋滞。はい。じゃあ、いいかな。そんなところでね、はい、今日は終わりにしたいと思います。はい。では、ありがとうございました。バイバイ。